人長の皆さん、こんにちは。東京日、明日に控え、久米、草太が最後のお願いに上がっております。民事党公認候補、久米草太、長年ブリーチジャパン横浜支部長としてグレーゾーンを糾弾してまいりました。青臭い理想論者だと笑われ、くじけそうになられても、今後、田中は2区だけではありませんが、青木都知事をはじめ民事党は本気です。もう久米草太が皆さんの ブリーチジャパンを合言葉に、民事党は青木幹事長のもとで生まれ変わろうとしているんです。この後、知事には車の上に出られて3分間応援演説をしていただきます。 それから新宿を出て。ん？ どうしたの？ すみません、知事ではなく幹事長とお呼びした方がよろしいですよね。 そうか、呼び方を気にさせてしまったか。 じゃあまあ、 これまで通り知事にしとこう。短くて呼びや気遣いさせてし… そんな、とんでもありません。 テレビの中継は？ もちろん多数来ています。昼からずっと知事の応援演説を待ち構えておいでで。そうか。<笑>なんだか夢みたいだよ。え？今までの私は妖怪じみた他の先生方に囲まれながら、自分が権力を手に入れることに必死だった。 そのためにはまあ、多少ずるいこともした。まさか、知事に限ってそんな。<笑>いや、本当だよ。知事。本当さ。まあ、ほんの少しだけなんだけどね。 でも私には目標があったんだ。理想の正義をお題目で語ることしかできなかった連中と違って、実際に成し遂げる人間になるという目標が。そして今の私には、それだけの力が終わりになる。それは正しいことです。え？先生、みんなそうです。 全くゼロをしていない人間なんて多分世界のどこにもいません。理想があって、そしてそれを実現する以上、場合によっては多少の犠牲だって必要になる。それは歴史も証明していることです。お、君、すみません、私出しゃばったことを。<笑>いいんだ、ありがとう。 頑張るよ。<笑>さ、そろそろ演説の時間だ。はい。
知事が目指す正義のお話を国民にしてあげてください。ああ、そうしよう。それでは、お待たせしました。ご紹介します。青木先生はご存知のように現職の都知事ですが、荻窪先生の後任として民事党の幹事長にもなられています。全国を飛び回ってご多忙の中、決戦を明日に控えてここ神室町へ応援に駆けつけてくださいました。皆さん、ただいまご紹介に預かりました青木亮です。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様からの熱いご支援の声、深く感謝申し上げます。神室町の皆さん、突然失礼いたします。神奈川2区で立候補しております、春日一番と申します。巷じゃ偉人町で行方不明だの爆死しただの言われておりますが、こうして青木先生ご挨拶に参上いたしました。沢城の頭に親父さんを殺すよう指示を出した。おとぼけはなしですよ。頭本人からそう聞いたんです。で、実はその指示をしてる声を録音したデータがミレニアムタワーの荒川組事務所にあると頭から聞きました。明日俺らは投票が終わるまでにそいつをいただきに参上します。そしてネットに流して札にもマスコミにも渡す。あんた破滅することになりますね。わかる。本当にそんなものがあるならわざわざ俺に予告する必要はない。何の発想。そう、おやさんは最後まで若のことをずっと気にかけてました。沢城の頭も同じです。でもそれがあだになり、お前は大きな思い違いをするようになった。てめえだけは何やっても許される存在だった。でもそりゃ大きな間違いだ。やはり選挙というものは魔物です。何が起きるか、春日候補正々堂々とは
ちょっと言いにくいところではありますが。よう、ニック。俺のテレビ映りどうだったい？バッチリかましてきてやったぜ。ネットでも大盛り上がりだよ、一番。ただね、あいにく君に好意的な声は少ないんだよ。だろうよ。若と並んでるときは俺いつだって悪役なんでね。そんなの気にならねえよ。ずいぶんご機嫌ね。ねえ、青木亮の反応は上々だったからな。計画通りだ。オーケーオーケー。こっちはさっき場所を変えたよ。君らもカムロ町にアジトが必要だろ。チャンピオン街のスナックアテンシって店だ。そこのママとはちょっといい仲なんだよね。アテンシか。わかった。じゃあ俺らもそっちに向かう。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。何かご用で軽く切れてあげましょう。さて。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。街にも中華料理のお店結構あるね。なあ、そうだな。でもこの間ジョーが作ってくれたエビチリはうまかったな。あれは今まで食ったエビチリでもトップだ。なあ、ナンバー。俺よ、エビチリって苦手だったんだが、あれはうまかった。コツとかあるのか？隠し味とか。隠し味っていらないと思うんだよね。辛さでごまかしたりとかもさ。基本を大事にして丁寧に作ればみんな美味しくなるよ。エビチリ作る人みんなあんたみたいな人間だったらよかったのにな。これからもその考えを大事にしてくれよ。エビチリと何かあったのか。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
ールみたいなルックスだよな。随分と変わったもんだ。まあお前がカムロ町にいた頃とは確かに系統は変わったかもな。昔の主流は黒服に逆立てた髪の毛でオラついた感じだったもんな。今は可愛くてカジュアルな男の子が人気なのよ。いやはや、店の前にある写真を見たときは女の子かと思ったぜ。そこから？お前もおっさんになったってことだよ、カスガ。いらっしゃいませ。ごちそうさまでした。ありがとうございました。私の番ですね。なめんなよ。やんないの？まあね、やめてやってやん。私が相手です。来てみ、俺の番だな。勝てるか、勝てる。本気出せよ。俺の番。痛い目に合わせますよ。ほら来いよ。やめて、黙れ。ほらほら、これで死ね。俺の番か。なめんなよ。
開けてみるか。やったぜ。
私の番ですね。やろうぜ。してみろ。あ、そうか。暗記、俺の番。なめんなよ。痛い目に合わせますよ。邪魔だよ。
年上に敬意を払って。食らえ、食らえ、食らえ、限界が近いようだ。ほら来いよ、俺の番だな。かかってきなさい。死にてえやつだけかかってこい。恨むなよ。遊んでくんないか。行くぞ。
気でやってん。ほら来いよ。よし、痛い目に遭わせますよ。ザコが。俺の番だ。やってみろ、俺の番か。私の番ですね。これで俺の番だな。さて、見せてやるよ。社長パワーだ。さて、かかってきなさい。行くぞ。やるか。どうしますかね。来てみろ。どうするかね。痛い目に遭わせますよ。なめんなよ。ザコが。よし、行くぞ。やってみろ。こいつを使え。まあ、ありがとうございます。してみろ。さて。俺の番。やる気あるの？私が相手。止まれ。かかってきなさい。これで。記念。遊んでくんないかな。これで。やるか。俺の番か。もう一度。俺の番だな。誰を呼ぶか。痛い目に合わせますよ。勝てると思ってる。まった。どうするかな。これで私が行くぞ。ほら来いよ。もう一回行こうか。上がってきなさい。来いよ。行くぜ。ほらやるぜ。遊んでくんないかな。とっておきだ。これで。あれに行きましょう。ザコ。どうするか。かかってこいよ。はっ。来いよ。これ以上は。何？やってやろう。俺の番。やってみろ。さて、まった本気でやってん。回復だ。勝てると思ってる。遊んでくれ。やめんな。これで行くぞ。やんのか。どうしますか。まだだ。来いよ。やってみろ。もう一度。なめんなよ。これで。ほらこ、ほらやるぜ。誰がいいか、誰を呼ぶか。かかってきなさい。
遊んでくんない捕まつぜ大勝利なんだか何でもなったか腰が張るぜてみるか。開いたぜ。